て分かるように手押しでのチェッカーを受けました。今回は水温上がったりドライブシャフトにトラブル出たりいろいろあったけれども、まあ楽しい夏の一日過ごしたなって感じです。必ず対策して一番取るように、また必ずここに戻ってくると思うんで、また楽しみましょう。ありがとう。